医療福祉政策課の上村です。市民の皆さんにユニバーサルデザインについて考えていただくための取り組みを紹介します。皆さんはユニバーサルデザインという言葉はご存知ですか？ユニバーサルデザインとは、誰もが安心安全で幸せに暮らすための理念や考え方のことです。例えば年齢や国籍、障害のあるなしにかかわらず、できるだけ多くの人が利用できるように物や施設を作ることは、ハード面のユニバーサルデザインです。またソフト面では、すべての人が受け取りやすいサービスや情報といったものから、人と接する時の気づきや配慮、思いやりなどの心のユニバーサルデザインも非常に大切なこととして挙げられます。ユニバーサルデザインの啓発と、市役所の庁舎環境や窓口サービスの向上を目的に、現在来庁舎の皆さんを対象にアンケートを実施しています。アンケートボードを本庁舎内の6カ所に設置していますので、ボードに記載された質問に対してはいかいいえ、または満足か不満足のどちらかにシールを貼ってください。アンケートは12月4日金曜日までの第1弾と、12月7日月曜日から来年1月29日金曜日までの第2弾の2回に分けて実施し、それぞれ6問ずつ計12問について調査します。第1弾のアンケートは、多目的トイレ、みんなのトイレを使用した満足度はいかがですか？職員の説明は分かりやすかったですか？新型コロナウイルス感染症防止対策は十分できていると感じますか？などの6問です。第2弾のアンケートは、トイレの男女別の標識は同じ色で表示しています。これは男性は青、女性は赤といった刷り込みを取り払うためです。この表示で分かりましたか？駐車場の案内は分かりやすかったですか？職員の声は聞き取りやすかったですか？などの6問です。市役所でアンケートボードを見かけた際は、ぜひシールを貼って回答してください。皆さんに気持ちよく利用いただけるより良い庁舎環境を目指していきます。そしてこの取り組みを通して、皆さんがユニバーサルデザインを意識するきっかけになればと思います。お問い合わせは医療福祉政策課、電話 26-3940、 ファックス 22-9673 までお寄せください。以上、医療福祉政策課からのお知らせでした。